にちは、竹村俊樹です。大学院で衣装設計を学ぶ建築学生です。皆さんは自分の書いたパースが他人のパースと比べてなんかパッとしないなと思うことはないでしょうか。今回はそのような悩みを持つ方々に向けて、私が普段行っているパースの仕上げのテクニックについてご紹介します。一手間加えることでワンランク上のクオリティに見せることができるので、ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の設計課題で使ってみてください。今回のチュートリアルで使用するパースです。このパースは私が学部4年生の時に行ったサーベット環境シミュレーション設計賞というコンペのために制作したパースになります。この提案のプレゼンテーションについてはサーベットの公式 YouTube チャンネルにて上がっていますので、気になる方は概要欄のリンクからご覧ください。今回はある程度パースをかける中級者以上を対象としていますので、この状態から解説をしたいと思います。ライノセラスでモデリングをし、 V-Ray でレンダリングをしたものに電気を入れた状態です。ここまでの書き方が知りたい方がいましたら、コメント欄で教えてください。要望が多ければ別でチュートリアルを作成します。まずはレンダリング画像の調整についてです。現状では全体的に明るくメリハリがないため調整をしていきたいと思います。まずはレンダリングのレイヤーを選択し、フィルターからカメラローフィルターを選択します。するとレンダリングのレイヤーを調整する画面が開かれますので、右側にあるパラメータをいじることによって画像を好みの状態へとしていきます。今回は影が少し明るくなりすぎているため、シャドウを大きく下げ、黒レベルも少し下げます。そしてメリハリをつけるために霞の除去を少しだけ上げて、コントラストも少し上げます。そして木目の色が少し鮮やかすぎると感じるので、自然なサイドを少しだけ下げます。このようになります。他にも様々なパラメーターがありますので、ご自身の画像の色味であったりコントラストに合わせてここで調整してみてください。調整が完了しましたら OK を押してください。続いて壁面にテクスチャを貼っていきたいと思います。今回貼るテクスチャはこちらになります。こちらを Photoshop にドラッグ&ドロップし、パースのサイズに合わせてテクスチャを引き伸ばします。そしてレイヤーのタブにある構成モードをオーバーレイへと変換します。そしてこのテクスチャのレイヤーをレンダリングレイヤーの上に持ってきます。続いてレンダリング以外のレイヤーをすべてオフにし、レンダリングレイヤーを選択した状態で左上の選択範囲から色域指定を選択します。そして白い壁の部分をスポイトツールでタッチして、ここのプレビュー画面で確認しながら許容量を決めていきます。今回は145でいきたいと思います。すると画面内の白い部分だけが選択された状態になっています。この状態で先ほど配置したテクスチャのレイヤーを表示し、右下にあるレイヤーマスクを追加をクリックします。するとこのように白い壁にだけテクスチャが貼られた状態になります。これでは少しテクスチャが強いので不透明度を少し下げます。今回は 55% にします。続いて色味の調整についてです。現状では人や植栽の色が少し鮮やかすぎるためサイドを落としていきたいと思います。レイヤーの右下のタブから自然なサイドを選択します。作成された自然なサイドのレイヤーを人をまとめているフォルダーの上に配置します。そして右クリックからクリッピングマスクを作成、そして自然なサイドを下げていきます。このような状態になります。これにより配置した人を全体的にサイドを下げることができましたが、右側にいる青い洋服の人たちの青が少し目立つので、これらを個別に調整したいと思います。調整したい素材のレイヤーを選択し、フィルターからカメラローフィルター、今回は青い色のサイドを落としたいのでカラーミキサーからブルーのサイドを下げていきたいと思います。同様にこちらの人も調整します。
先ほどよりも馴染んだと思います。続いて同様に植栽についても色の調整を行います。続いて光と影の調整についてです。まずは人の光と影から調整していきます。人がまとまっているフォルダーの上に明るさコントラストレイヤーを作成します。そしてグリッピングマスクを作成し、明るさコントラストレイヤーのこの白い画面を選択します。そしてこちらの背景色を黒にした状態で、明るさコントラストレイヤーのレイヤーマスクをコントロールデリートで黒く塗りつぶします。そして明るさをマイナスの方向に動かし、レイヤーマスクを選択した状態でブラシツールで影の部分を塗っていきます。この時、光がどちら側から来ていてどちらが影になるのかを意識しながら、影を描いていってください。このようになります。同様の手順でハイライト側も作っていきます。このような形になります。このように一手間を加えることで人が立体的になり、よりパースに馴染ませることができます。植栽についても同様に行っていきます。続いて外部空間の表現についてです。この建築は内部と外部が混然一体に混ざり合っているようなコンセプトの建築で、現在映っている画面の中央部分は、中間期には扉を開放することで半外部空間として機能するような空間となっています。そのためこの空間が半外部空間であることを分かってもらうために、枯葉が風に乗って飛んでいるところを表現したいと思います。まずこのような葉っぱの素材を準備します。そして手前の方に配置します。これでは少し数が多いので減らしていきます。葉っぱのレイヤーを選択し、右下からレイヤーマスクを作成します。そしてブラシツールを選択し、いらない葉っぱを消していきます。同様の手順で奥の方にも葉っぱを配置していきます。これでは少し不自然なので、手前の葉っぱにブラーをかけたいと思います。手前の葉っぱのレイヤーを選択し、左上のフィルターからぼかし移動を選択します。距離や角度のパラメーターを調整し、 OK をクリックします。すると葉っぱの動きを表現することができます。葉っぱの色が少し鮮やかすぎるので、先ほどの人と同様にサイドを落とします。
これでこの空間が半外部空間であることがパッと見た時に分かるようになりました。続いて光の追加についてです。天窓から降り注ぐような光を追加していきたいと思います。このようなフレアの画像を準備し、 Photoshop にドラッグ&ドロップしてください。そしてレイヤーの合成モードをスクリーンに変更します。そして適切な位置に移動をしてください。こうすることにより簡単に光が差し込んでいるような表現にすることができます。同様の手順でフレアの素材を重ねていきます。このように光の表現を足すことで一気に空気感を表現することができます。続いて空間を引き締めるために影を追加していきます。レイヤーの右下から明るさコントラストレイヤーを作成、レイヤーマスクを黒く塗りつぶします。そして明るさのパラメーターをマイナスに設定し、そして今回は天窓からの光を強調するために左右に影を追加したいと思います。グラデーションツールで左から右に向かってグラデーションをかけます。するとこのように左側が暗くなりました。同様に右側にも影を作っていきます。これによりパースにメリハリがつきました。以上が私が普段やっているパースの仕上げの工程となります。今回は実写系のパースで行いましたが、素材のなじませ方や光の扱い方など手書き風のパースであったり様々な表現で使えると思います。各々の表現の手法に合わせてアレンジして使ってみてください。